はい、お世話になります。はい、まず幹事社からインタビューさせていただきます。はい、サインは何でしょうか。はい、しました。今年は本当に飛躍の年だと思うんですが、大体数字で何倍ぐらいの消費でしょうか。金額的に4500万円になりました。はい、昨年は1000万を少し切る、はい、から大幅、はい、それを数字を見て今どんな気持ちですか。そうですね、もう率直にとても嬉しいですし、僕自身こんだけ上がったのも7年目で初めてなんで、本当にこういい位置になったなっていうのは思います。現役ドラフトで、ドラゴンズに行くと決まった時から、まあ、いろいろ覚悟があったと思うんですが、もうスタートの時を今振り返ってもらえますか。いや、本当にまさかこんな、位置になるとは正直思ってなかったですし、本当にドラゴンズに、拾っていただいてよかったなというふうに、思っているので、まあ、現役ドラフトで移籍してきて本当によかったなというのが一番です。やはりキャンプの時からの投げ込む、はい、改造であるとか、意思の改革とか、そういったことが、でも成績につながったんでしょうか。そうですね、もうキャンプから、監督、まあ、コーチ、まあ、和田さん中心に本当に、やっていただいてたので、まあ、本当にそれが自信につながりましたし、まあ、僕自身の力だけではここまで、できなかったと思うので、本当に皆さん の、力があっての、この成績だったなというふうには感じています。はい、球団の方からどういうお話があったんでしょうか。そうですね、まあ、来年はもっと、やってほしいというふうには言っていただいたので、僕自身こう1年で終わらないように、まあ、来年もまずは1年間しっかり出て、活躍するっていうのが、まあ、一番かなというふうには思っています。スタートは開幕もスタメンではありませんでしたし、僕らも4月はなかなか出なかったんですが、まあ、5月一気に月間 MVP まで行ったんですけど、はい、このあたりの感覚はどうだったんですか。まあ、最初ホームランは出なかったんですけど、まあ、そこは気にするなというふうには言っていただいたので、まあ、ヒットが、出てたので、まあ、そのうちホームランも1本しっかり出れば、続くと自分でも思ってましたし、まあ、5月入ってホームランも出だして、バッティングも、まあ、いい感じだったので、まあ、ああいう5月のバッティングが今後もずっと1年間通してできれば、成績自体もっと良かったと思いますし、まあ、この1年間通してこう落ち幅を少しでも減らせればいいかなというふうに思います。オールスターにも選ばれ、牧選手や宮崎選手と肩を並べて、はい、試合ができたってどうでしたか。いや、まだ全然肩を並べたとは思ってないですし、まだまだこう上の存在だと思っているので、まあ、来年もまたこのオールスターっていうまあ、出たいですし、まあ、目標でもあるので、こう毎年出るような、成績残して、まあ、こうオールスターに毎年出場したいです。はい、ご自身の中でも今、秋になって少し打率が落ちて、ホームランは続いたんですけど、そのあたりやはり課題というのを感じていらっしゃるでしょうか。そうですね、はい、後半入って、率も結構落ちたので、まあ、やっぱり攻められ方だったり、まあ、もっとこう自分でいろいろ考えて、まあ、頭を使って、まあ、バッティング自体も、修正するところたくさんありますし、まあ、去年のこの経験を生かして、来年にしっかり生かしていきたいなというのは思います。特に秋も和田コーチの指導も受けながら精力的だと思ってましたが、大体にはどういった点を改善したいか。いや、まだ細かいところでちょっとこういろいろあるんであれなんですけど、まあ、タイミングであったり、まあ、足上げた時に前に突っ込むであったり、こういろいろとまだ開きであったり、いろいろとこうもっとこう確率が上がるっていうところではまだまだ、練習するとかたくさんあるので、まあ、
まあ、僕のこの力を生かして、もっとホームランだったり、まあ、打点もそうですけど、確率を上げていければホームランも増えますし、チャンスでのバッティングだったり、まあ、そういうところもこう、秋しっかり取り組んできたので、まあ、オフもこう続けて来年また変われた姿をお見せできたらいいなというふうに思っています。当然あのチームの立ち位置といいますか期待というのは大きくなったと思うので、来年に向かって目標をお願いします。今年は、まあ、ピッチャーの方々も本当にこう、点が取れず、勝たせられなかったので、まあ、僕自身本当にこうチャンスでも打てない部分がたくさんありましたし、本当に来年はこうチャンスでバッターというか、こうピッチャーにこう一勝でも多くこうつけれるような、勝負強いバッターになれたらいいなというふうに思っています。今年は、24ホーマー、来年のホームランどれぐらい期待しますか？まずは30本は目標にして、やっていきたいなと思います。となると打点もアップしてやってる。そうですね、もう打点っていうのは一番こだわりたいですし、まあ、さっき言った通り本当にこうピッチャーに勝ちつけられるような、本当にチャンス強いバッターになりたいです。これからのオフ2ヶ月も非常に大事になると思うんですが、どんなオフを過ごすと思いますか？いやもう、キャンプでやってきたことをもう、やっていくだけだと思うので、もう特に練習を変えたりだったりとかもうすることなく、キャンプでやってきたことをもう継続してやっていこうかなというふうには思っています。ぜひあのドラゴンズのファンもね、こう普通に苦しい思いをしているのでファンに向けてメッセージをお願いします。本当にこうバンテリンドームで本当に1年間、すごい声援を送っていただきましたし、もう本当に来年は優勝できるように、ファンの皆さんに恩返しできるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。代表からこうです。その他質問ありますでしょうか？はい、名古屋テレビの松本さん、背番号とか大きさ変える予定とかってありますか？まだちょっと未定です。はい、分かります。はい、よろしくお願いします。1年間名古屋で過ごされて、何か名古屋で好きになったところってありますか？結構こう、まあ、先輩方で結構ご飯とか誘っていただくんですけど、まあ、食事行く機会が結構多いので、ひつまぶしとか、結構弟も名古屋にいるので、弟と結構うなぎであったりひつまぶしは結構行くことが多かったので、まあ、結構あの僕自身もうなぎ好きですし、まあ、非常にこう結構、たくさん行くので、まあ、好きなとこというかあのよく行くとこかなって感じです。弟さんと磯川選手とどちらの方が食べるんですか？まだ僕の方が食べるかなと思います。はい、ありがとうございます。涌井さんとの食事会も食べるといいですね。そうですね、はい、あの本当に、食事の時も本当に楽しいので、本当にこう1年間涌井さんに本当にお世話になった、はい、また来年もこう言って恩返ししたいと思います。その他よろしいでしょうか？はい、東海ラジオです。チームにそれから名古屋に溶け込んだっていう実感、まあ、今の話でもあるかと思うんですけれども、はい、改めていかがですか？本当にこう先輩方も、後輩もそうですけど、こういろいろこうあの入ってきた時から本当にこう話しかけてくれて、まあ、チームには本当に溶け込みやすかったので、自身本当にこうドラゴンズに来てよかったなっていうふうに思ってますし、本当にこのチームで優勝したいなっていうのが一番です。はい、いやテレビはここまで、自分ペンの下にカメラを外します。ありがとうございました。